だから、そういうところでフェラントーレスとかモラタとか戦い方知ってるから多分呼びたいんだろうなっていうふうに思いました。レオさんがバルサ、ゴンベイナラシ君、レオさんがバルサのスポーツディレクターになったとして、今の経営状況を出して考えたら誰補強しますか。まあ、誰補強しますかってことだよね。誰でも取っていいんでしょ。でもそれでもあれだよ、取れる人だけだよね。誰でも、でも、いやでも、アルマニー、あれじゃないですか、普通にいる戦力で、まあ、フリーで来てくれる給料を抑えられる選手で考えますよね。でフェラントレスは取ってなかったと思うな。でもあれ、あれなんですよね。それこそブルズショー出る前調べたら、ブスケツが、もうチャビはルイスエンリケのやり方、スペインのやり方を踏襲してるっていうコメント出てきたんですよ。で今のバルサとスペイン代表のサッカーって似てるんですよね。サイドバック低い位置でウィング張らせたところでインサイドハウが撹乱してトップへのパスコース開けてとか、まあ生配信の中でもちょっと話したことですけど。だから、そういうところでフェラントーレスとかモラタとか戦い方知ってるから多分呼びたいんだろうなっていうふうに思いました。